一月前、我々に喜びをくれたあなたに心からの贈り物です。私だけではなく、私以外のサーヴァントも含めて、どうか互いに幸福であるよう努力しましょう。幸福というものは怠惰なままでは逃げることもありますからね。